皆さんこんにちは。エレガンスマダム千夏の部屋始まりました。こちらはインターネットシャララ TV よりオンエアしております。それではこの番組は私エレガンスマダム小林千夏が縁の力持ちを存分に生かしたスペシャルなゲストをお招きし、あれやこれやと好き放題にゲストのあんなことこんなことをお聞きいたします。毎回噛んでごめんね。何回目にしてパーフェクトになるんでしょうか。1年後かもしれません。では参ります。小林夏のいきなり鹿児島弁講座、イエーイ。いや、すごい。もうよかった、もう明日なくてもいい。私もうすごい嬉しい。では参ります。今日はね、もう怒られちゃったっていう、叱られるじゃ怒られるっていうのを鹿児島弁で申しますと、いきますよ。怒られる、怒られちゃった、もう怒られてさと、怒られるを鹿児島弁で申しますと、怒られる。あ、もうこんな、もう毎回止まらなくていいですけど、一緒に行きましょうね。せーの、ワン、ツー、怒られる。そうです。じゃあ次最後ですよ、いいですか。せーの、怒られるですよ。せーの、ガラレル。あ、ちょっと発音違った。ガラレル。あ、これですね。ガラレル。これがあります。で、これちょっと文章化すると、宿題を忘れて先生に怒られちゃった。宿題を忘れて先生に怒られちゃった。申し訳ますね。すいません。宿題を忘ると先生にガラレル。すいません。宿題を忘ると。先生に代わりすいません。泣いて声が出ません。申し訳ないっていうぐらい鹿児島弁って面白いんですよ。はい、じゃあちょっとここでぐっと気持ちを切り替えまして、今日のゲスト、エレガンスマダム始まって以来少人数です。違います、大人数です。でまだだけど今日すごいの、もうこうどこにどの人立たせてどうしようかっていう、あのお笑いみたいにひな人作ろうかなと思って、ひな人形持ってこようと思ったんですけど、ちょっと季節外れだからね、それはやめたんですけどね。先生にからるな、わかりますか。いきなり鹿児島弁いきますよ。今日も皆さんお腹抱えてもらって本当に私嬉しいです。皆さんお帰りなさい。いつもね、あのゲストあの呼び込みしてから入るんだけども、今日は先に板付きじゃ準備したいと、もうどうしても申し出があったのも、そこはしょうがないかなと思って、こんな感じでね、だいぶ多くない1、2、3、4、5、6みたいなあるんですけど、ではね、早速ねご案内させていただきます。ゲスト様のご案内いたします。日本アイヒーリングセラピー協会ジアイス代表の上島美穂さん、そして理事の津川幸恵さん、ごめん、もう最近です。あ、もうやべやべ、幸恵とか言ってるし、もうね、知ってるからこそ忘れるっていう、他みんな他みんなです。あのオレンジさん気をつけてた、私と被るから大丈夫かしら。もういい加減、いい感じでこう動いてください。よろしくお願いします。そうね、アイヒーリング教科、まあ、ヒーリングっていうのはなんかニュアンス的に分かるんですが、どんな感じの教会なんでしょうか。あ、はい、はい、日本アイヒーリングセラピー協会と申しまして、はい、はい、あの頭文字を取りまして、うん、JAIS で、あ、なるほど、ジアイス、ほう、で、あの漢字でジアイって、ジアイね、はい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 、それは、やっぱりこう自分も大切にするけど、うん、周りの人も大切、あのよくママってどうしても犠牲的になっちゃうので、そう、うん、ある程度大きくなったらいいですけどね、どうも小さい時はもう、もうなんか
気づいたらもうクマがもうクマができてたり髪の毛にもプリンがすごかったりとかね。いやもうプリンがすごい、はい、ババローじゃなくてね、はいはい、ちょっとすみません、竜兵さんじゃないですか。そうなんですよ、ちょっとダチョウクラブの妹なんです、ね、そうやったすいません。それでアイハイリング協会、はい、で、まあ、自分も大切にするように、はい、周りも大切にするように自分も大切にするっていう自己愛を高めてほしいという、自己は自分を受け入れるということですね。そうですね、これは難しいこと。そう、私大好きみたいに見えるでしょ。違うのよこれ作ってるから。いや違いまちですけど。いやそうなんですね、まあ、それで発足されてどれぐらいですか今発足されて。もう、はい、長男が、次男ができた時だからもう11年目なんですね。すごいですね、うん、でね、まあ、ちょっと小耳に大耳に挟みましたところこの I feeling ってね、アルファベットの大文字 A に小文字の I ね、まあ、ちょっと鹿児島つながりになっちゃうんだけどもなんだと思いますか。代表からどうぞ。あ、いや、まあ、私教会の人みたいになっちゃった。それから理事でも、はい、お好きな感じで、はい、理事から、はい、そう、アイっていう歌手のアイさんほのアイで、ジェアイズ名前をつけるときに、うん、何をつけたらっていうのを、はい、代表の上島が考えてたときに、うん、アイさんのストーリーが流れてきたみたいなんです、歌が。ちなみにどんな感じの歌ですか。私一人じゃないから私が君を守るから。それをしてたそれが流れてきて、うん、もうあの志すっていうか、まあ、目指してらっしゃるものと全く歌詞がマッチしたっていう感じでいいんでしょうか。そうなんです。でちょっとだけ走るんですけど、はい、いいですよ、走って。すいません、私ちょうど10年前に人生のどん底を迎えるんですね、はいはいはい、母が他界しました。なるほど。次男が重度のアトピーで、はい、もう夜も何も寝れない時に、あの主人のその浮気が見つかりまして、はい、そしてすごく信頼してたあの先輩にも裏切られるという、なんかこう重なってしまって、で産み立てってどうしてもあのホルモンバランスが崩れるので、はい、こうね、精神バランスも崩れて、はい、本当にああいう道路にも突っ込もうかなと。もうそれくらい、うん、もうなんかこう追い詰められた状態の時にヒーリングに出会いまして、うんうんうん、であのやっぱりこうピンってね、うん、こう見ると刺されてる感じに見えますけど、見る、こう見ると悪いんですよね。ほう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 。なのでなん、どんなことでも見方を変えるとすごくプラスに変わるんだなっていう、なるほど、うん、からくりを知って、やっぱヒーリングってすごいと思うんですよね。そこからもう快進撃です。主人とはもう離婚寸前まで行ってたんですけど、うん、ね、主人は変わらない、相手は変わらないじゃないですか、うんうんうん、じゃなくて、まあ、上島美穂というんですけど、そのヒーリングを伝えてくださった人が、いくら別れても美穂ちゃんが変わらないと同じ人がまたつくよって言われた時にすごい嫌だと思ってなので、その通りですね。そうなんですよ。で、じゃあ私が変わって、うん、世界一幸せな家庭作ろうと思ったら、もう本当に3番目、はい、あのミラクルの女の子の赤ちゃんができて、でこんなすごいものは素晴らしいと思って、はい、たくさんのママたちに、あのハッピーになってほしいと思って、はい、アイヒールを立ち上げたんです。すごい今すぐ弟子入りしていいですか。こんな顔で弟子入りしていいですかという人はいないですけど、なんかね、言葉で申し上げていただくとすごい本当にもう端折って簡単なのであれなんでしょうけれども、いや、そのね、当時のご自分自身も話しても心は満たされない、報われないっていうその気持ちっていうのはやっぱり実体験じゃないと難しい。よくわかってるでしょ人生経験多少あります。素晴らしい。いや、わかんない、お笑いのね。まあ、お仲間が、ね、で、あの、はい、いいですか、しゃべる。全然大丈夫です。もういきなり切りますか。聞いてください。大丈夫です。で、アイヒーリングの愛って、はい、アイアムラブの愛もあるんですけど、あ、はいはいはい、あの人類愛という大きな愛もあるんですけど、はい、やっぱりアイアム愛の愛、はい、私は私っていうのと、アイアムオッケーっていう、なかなか日本人オッケー出せないんですよ
ね、自分に。そうそう、合わせる合わせますね、うん、で皆さんその生まれ育った環境とか、はい、お母さんがこう言ってた、うん、先生がこう言ってたということで、うん、いろんな着ぐるみをみんな着て、はい、まあ演じてたりするわけじゃないですか、うん、演じてんのよベラベラ剥がしていただいて、あの本来の自分自身に戻って、はい、あの私全員の人が天才だと思うんですよ、うん、でも着ぐるみ着てると、ですね、ね、その天才の才能の部分に気づいてない方がたくさんいらっしゃると思って、はい、なのでもうベラベラ剥がしてもらって、うん、本来の自分自身の輝きがある才能を開花させてもらって、うんうん、あの天命を生きてもらうことが一番幸せなんじゃないかなと。神様だ。いやいやいや、皆様のその言われる表現の仕方が違うだけで、そうなんですね、一緒で、うん、なんですけど、いや本当に必要とみんなされてるんだよっていうところですよね。お役目ない人って誰一人なくって、皆さんお役目あって生まれてきてて、うん、でもそれに気づかずに亡くなっちゃう人って多分大勢いらっしゃって、あ、なるほど、うん、だからあの本当に唯一無二の存在っていうことを皆さんに気づいていただけたらと思って、なるほどです、ね、そうするとやっぱりキラキラ輝いてね、すごい素敵な人生生きれるんじゃないかなと。いやいやいや、なんかじゃあ今日の締めの挨拶は上島より以上みたいな感じぐらいの終わっちゃいました、ね、そうですよ、素晴らしい、本当に。でそれを立ち上げるときに、まあ、片腕右腕として津川さんがいらっしゃった、はい、またいらっしゃる、ね、まだあの後半に出てくるいるのよありがたいことにね、仲間が、でもその共感してもらえるっていうところが一番難しいところなんじゃないでしょうか、うん、こんな思いがあっても表現が難しいでしょ、うん、あ、じゃあもう ね、代表の言われることはもう魂レベルできますけど、いやいや、言い方が軽く感じる人もいるのよ、うん、 そうですね、そうじゃないんだけど、うん、分かります、分かります、やっぱり神様、いやいやいや、そうだね、そうなんですよね、いろんなことあってもやっぱり、うんうん、そうなんです、素晴らしい。で、まあ、どんなことをやってるかっていうことも聞きたいんですが、はいはい、まずバックダンサーの4人に、ね、このアイヒーリングの代表なり理事の方々そして私も含め出会って、あ、私は含まなくていいけど、ね、まあ、出会ってね、どんな感じだったかっていうのを、あ、しましまさんからいいですか、大きな声で言ってくれ私の名前は何々ですから、で、はい、あ、お名前言っていいです、名字でもフルネームでも問題なければ、はい、はい、谷愛です、谷愛さん、はい、どうでした、アイヒーリングと、まあ、出会ったきっかけっていろいろあると思うんで、そこはちょっとお時間は省きまして、あ、まあ、出会っていろいろ剥がされていかれる中でどのようでしたか。なんか閉じてた自分を出せるようになって、で大人になってからこんなに、はい、すごい仲間に出会えたっていうのが一番今嬉しいです。いやもう代表泣くから、もうそうそう、ちょっとハンカチないからこれでいい、これ私のスカートの、あ、ごめんなさいね、見苦しいものではでは、もうなんかもうこの短いコメントですけど、グッとくるね、代表よかったね、すいません、よかったね、いいとこだけ聞いてよかったねなんて、お前は何者かみたいな、次行きます、はい、ここ近くい人みゆきさん、はい、私は自分が何をしたいのかちょっとわからない、あ、わか、それわかるんですけど、うんうん、少しずつ、はい、自分がこう行きたいんだっていうのを、はい、気づけたっていうのが今大きいですかね。すごい、すごい、こう自信に満ち溢れてお話しされているなっていうのはすごい番組持ちませんか、ね、そんな話しみたいな、じゃあもう時間も迫ってるから行くよ、次、はい、次、あの縦のしましまさん、さとちゃんです、さとちゃんです、私は、はい、あの2人目をヒーリングをした時に、あのこの時に欲しいなと思ったら2人目をちゃんと授かって、あ、なんかタイミング的に、タイミングで思ったら叶うなっていう経験をさせてもらって、あ、すごい、ね、次は来年の夏に3人目を予定してます、まだですけど、はい、すごい、もう3人目も産むの、うん、私2人で十分そういう話じゃない、じゃあ次、ちょっとごめんな、私の後ろでかぶって申し訳ないけど、ピンクさんどうぞ、あ、ピンクさん、オレンジさん、オレンジさん、もうおかしいよ、どうぞ、私も同じみゆきちゃんなんですけど、
みゆきちゃん2、みゆきちゃん2、はい、大きな声でお願いします。はい、はい、私は、はい、そうですね、自分の、言いたいこととか、はい、なんかあんまりこう人に言えなかったり、あ、あるね、人目をすごく気にしてしまうところがあったんですけども、はい、なんかそれがすごくずるっと、はい、ずる向けずる向け、分かった、ずる向けね、はい、分かりました。どんなことか後半でお話を伺いますけれども、すごく皆さんが自信にあふれて、やっぱりこう出会えた必然の出会いに関してすごく伝わってきたかなと思います。で、視聴者の皆さん、テレビの向こうの皆さん、実はね、まだいるのよ人が。申し訳ないんだけど、新しいパターンです。もしかしたらここでちょっと一旦プチって切れるかどうか分かんない、席替えです。はい、すごかったね今。何？多分シャナネ TV 始まって以来の多分初です。アイリング協会いろんなことします。ありがとうございます。仲間の仲間の宝なんで。そうだよね、わかります。ちょっとね、前半駆け足でしましまさんやら横島さんやらいろいろいらっしゃいましたけれども、ちょっと興奮をまずね、アイヒーリングと出会ってどうだったかっていうのも後でお聞きしますが、そのアイヒーリングに関して愛さんの歌が歌でということと、それから何かつながることがありましたよね。はい、はい、そうなんです。まあ、先ほども言いましたけど、はい、I am OK、はい、ラブっていうところでアイヒーリングなんですが、はい、まあ、他のいろんなヒーリングがあると思うんですけれども、はい、癒すというだけではなくて、うん、本来の自分自身の輝きを、うん、ダイヤモンドだと思うんです、皆さん、はい、が、はい、それを、思い出して生かしていく、ありのままできるって、きっと自分を生かしきる、なるほど、うん、それが愛の歌手の愛さんの歌だと思っていて、はい、でストーリーがね、私が君を守るから、うん、で逆は君が私を守るからっていう歌詞なんです。なぜかで、そこが、うん、愛愛し支え励まし補い会える仲間という、はい、なので愛が流れていったらいいなと思ったら、本当に絆ができちゃうヒーリングなんですね。はで、この世ってやっぱ今って孤独な人が多い、うんうん、なので、なんかこう、なんだろうな、もっと皆さんこう一歩入ってきてほしいんじゃないかとか、サザエさんみたいなのもみんな求めてたりするんじゃないか、はい、各家族なんですけどね、そういう感じで、なんかこう、そうですね、ホームみたいなのであればいいなと、ね、そうだから結構時代が移り変わって、私たちの幼少期、まあ、学生時代と今全く同じ10代20代はもう感性も違います。社会の環境も違う、便利になって何でもあるっていう中だと、なんか自分だけ良ければいいイコール、そういう方もいれば意欲がないというか、ただ生活できていればいい、車もいらないし、もう仕事食べられればいいんだっていう方も多いですけど、そこじゃないっていうところですよね、やっぱり生かされてるからにはもっと輝こうという、そうですね、でやっぱり死に際に、生き様が出ると思うので、後悔なく生きてほしいなと。神ですよ。いやいや、知らない。もうおばちゃんだけどね、これはね。大阪のおばちゃんです。で、それでアイヒーリングをするときは、まあ、何か使いましたよね。何でした？はいはい、使います。はい、なんか本、こういうカード。カード。はい、カードセッションで、はい、で、その心の他の声を、はい、声を、はい、引き出すお手伝い、サポート役として、こういうカードを、分かりやすくね、はい、へー、すごい、どうしてもね、中で込めてる思いとか、うん、自分が分からない、分かんない、気づかない部分っていうのがあるので、こういう子たちをね、サポート役で使わせていただきながら、ね、よりね、本当にこう心の声が出しやすいように、このカードとか座学テキストを使いながら、ヒーリングっていうものを、皆さんとさせていただきます。あ、分かりやすい、ね、皆さん見えるわけじゃないですし、私もそうですけど、それ力がある方、ある方とまた生かさないといけないですが、ね、こういうテキストとか目に見えるものが想像がしやすいですね、そうなんです。あとは全部プラス変換にしていくんですよね、はい、おー、プラス変換、皆さんね、マインドでブロックしちゃうじゃないですか、はいはい、そうすると分かってるけど、いけなかったり、分かってるけどできなかったりってする、ある、そのマインドブロックを外していくんですね。ほー、また私外されたら裸になっていい、ね、いやいや、もう外されてる裸でも、これね、
前回ゲスト教えてもらったそうベリーダンスの先生に教えていただいた、ね、女性性は大事と思って。いや本当にそうなんですよ。でストーリー の, あの歌の後は、はい、あとハピネスってご存知ですか、はい、コーラーの先生、はい、君が笑えば、はい、この世界中はもっともっと幸せが広がるっていう歌なんですけどその本当にそうで、やっぱママが笑ったら、子供もハッピーだし、ママがハッピーだったらパパも親もみんな友達もハッピーだと思うんですよ。でその後に愛の歌で来たボイスっていうのがあるんですけど、はい、これはね家族愛をテーマにしてるんですけども、やるな愛知らない、ごめん素晴らしい、知らないけどお母さん有名人ね、そう本当ですか、あの話、はい、そうですね、で、はい、であのやっぱりこう世界平和をまず言う 前,、言う前にやっぱりこう身近な単位の家族からハッピーになっていくと世界平和につながるんじゃないかなというところで、つながるでしょ、ね、なんかもうつながってそうなイメージ地球はアイヒーリングありがとうすみません、ふざけてないあのどれだけ視聴者の方に残るかっていう ね, あ, ねあの人がなんか首振りながらで、はい お二人さん、3名さん、はいバックにいらっしゃいます、はい、お名前とアイヒーリングに出だって出だって出会ってどうだったかっていうね、いきますよ、オレンジさんどうぞちょっと大きな声でね、はい、はい、しょうこです、しょうこさん、はい、私がアイヒーリングに出会って、はい、やっぱりすごいあの役割に入ったり、あの子供の育児をしなきゃいけないとか、あ頑張ってる自分がいたんですけど、うんうん、ありますね、お友達とかに本当にしんどあの思ってることを言えなかったのがあるんですけど、すごいいい人だったんですよ。あそれをすごいね、バサリ脱いだらこんななんかオレンジ出てきました、うん、今まではもう地味だったのよ私、多分ね茶色とかねそうそうきっとね、そうそう私見えます、素晴らしい、時間ないから行くよ、もう急いでさっさと食べて、はいはいはい、シロちゃん、シロちゃん、シロちゃん、サナエです、サナエちゃん、私はあのちゃんとできない、うん、あの母親とか、うん、そういうのを見て自分が嫌いだったんですね、あ自己価値がすごい低くて、もう嫌で嫌で仕方がなかったところ、うん、ヒーリングを受けて、うん、いろんな自分を好きになったら、子供も好きになるし、旦那ももっと好きになれて、いろんな人が大好きになりました、なのですごいね、言葉も来るわこれは家族がそれぞれみんなが大好きになって、はい、うん、明るくなって、うん、本当にもういろんな人が大好きになりました、うん、お待たせしましたねちょっとドキドキするでしょ薄いピンクさんどうぞ薄いピンクですお名前ははい、アイヒーリングトレーナーの中川さんです、中川さんですね、はい、私がアイヒーリングに出会って変わったこと、はい、まあ、そこそこ自由気ままに勝手に前に進むタイプだったんですが、はいはい、アクセルとブレーキを同時に踏む、はい、じゃあブレーキで止まっといて残り後半に行くから残り後半に行くので、わかりました、じゃあ今ブレーキで皆さんお帰りなさい、じゃあ最後の方のちょっとブレーキがっていう話だったので、ちょっとその前から再度お話をお願いします、はい、ね、私は人生を歩むに至って、はい、アクセルとブレーキを同時に踏むという器用なことをしておりました、おおそこのブレーキの部分を外していただく、さっきも上島先生から出ましたように、はい、マインドブロックを外すという作業をしていただきまして、はい、で今はもう一心不乱に前にアクセルを踏み続けるという、みんな持ってるのかな、はい、ブロックって、私ブロックだらけだけどきっと全てにそんなことないそんなことない、もう弾けてる、弾け、弾けすぎ、自己開示が、なんかね、この間なんかある人にある人と食事したらなんか後ろになんかちょっと妖精男性的なダンサーがいるよみたいなこと言われて、あ、分かる、あ、分かるって分かる、納得されちゃったではちょっと話をガラッと変えますが、なんとアイヒーリング協会の
空いてる体操があるので、前半に出られた方も入ってください。はい、詰めて詰めて、はい、場所の位置確認して、はい、ちょっと私と被ると大変よ。ちょっとこうしとこうか。大丈夫、いけます。はい、じゃあ、どうしましょう。どれでもういきなりいきますか。その何が、なんでこれができたかからいきますか。はい、ついてる、ま、言霊も全部ありますし、はい、ほら先週 の、 ベビーダンスの先生もありますけど、はい、体を動かすって、はい、器具を動かすと一緒でものすごく変わるんですね、はい、で手、音玉もあるんですけど 手を音を出すことで、うん、これも 気を変えることができるので、本当に皆さんにはハッピー体質にラッキー体質になってほしくって、すごいちょっと考案したんですけど、それがついてる体操です。なるほど、はい、じゃあそれでは、はい、私知らないからちょっと真似しますけど、はい、じゃあ誰が表紙取るんでしょう。お任せします。じゃあ今からアイヒーリング協会の、アイヒーリングセラピー協会慈愛機のついてる体操タイム、どうぞ。はい、じゃあ、やり方をまず説明します、はい、右からですね、はいはい、ついてるついてる、はい、ついてるついてる、はい、わーっと上向いてラッキーなエネルギーを下ろしてください、はい、それでハイタッチで終わりです。なんかこれ何かも思い出す、なんかの昔の芸能人のプールのなんかあったじゃん、競技とか知らない。大丈夫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 もうわけわかんなくなって、もう私わけわかんないっていい、もうどうしたらダメ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 もうちょっとダメダメ、もう30分じゃ足りないよね。本当ですよ、ね、もうレギュラーも番組持ったらいろいろ違います。で、まあ、アイヒーリング協会さんの告知等もありますけど、うん、もう喋る時間ないからテロップ出します、はいはい、なのでどこかで出てるのでメモってください、はいはい、アイヒーリング協会のあれだよね、ホームページありますよね。 ありますなので、まあ、皆さん今見ながら、ね、うん、違うページめくってでもいいですし、はい、確認いただけますので、ね、なんかおかしくなってきたけど、そう、何言おうかなと思って、じゃあちょっといい、ちょっと締める言葉映ってないわよ、大丈夫です、いきます、本日のエレガンスマダム千夏の部屋いかがでしたでしょうか。千夏の部屋では千夏への質問、目撃情報などなど皆様よりメッセージにて Facebook のエレガンスマダム千夏の部屋のページにて受付中です。そうなの、今日は日本アイヒーリングセラピー協会慈愛室の皆様でした。バイビー